はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回はね、こちらプロジェクターの話です。いやだオールライスと K1 ね、この話をちょっとしたいと思います。もう今のね、龍角さんのどすきラーメン、ほんとね美味しくないんで、やっぱり美味しくなかった、一粒舐めて。なのでやっぱおじいちゃんこれが一番だね、やっぱこれだよ、ね、もう間違いねえ、これが美味しいし、喉すっきりする、ね、ちゃんとこっちとかほら粉いっぱい入ってるね、おお、もうしゃぶった瞬間のふーってこう来るから、やっぱビックスだよね、龍角さんダメ。はい、それだけでね、今回はこちらの投稿からティロリンね、メイケンラッキーさんからね投稿いただきました。おじい久しぶり、どうせ見ないよね、見てますよ、ありがとうね。そうですね、やはりおじいの言う通り K1 は綺麗だけど写真へ加工に見えてしまいます。確かに綺麗ですけどね、でオーロラは自然の色に見えます。まあこれは好みになりますね。しかし価格差を見ると K1 はオーロラに比べて安い割によくできているようですね。オーロラの使えないアプリ搭載で割れた方とすると、オーロラのアプリを取り除いた機種にした場合 K1 くらいの価格にならないのかな。僕は自然な色が好みなので、もし同じ価格帯ならオーロラを選ぶかなっていうことだよね。まあこれについてね、ここについてちょっと今日はねお話ししたいと思います。それで、まあ同じくね、K1 を買った北さんからはね、 K1 はコスパモンスターな1台ですね。プロジェクタースクリーンに投影してみてますが、100インチサイズの 4K 映像も発色よく綺麗に見えます。正直この金額で K1 と対等な機種はないような気がしますね。まあ他の方からもコメントをいただいてて、本当 K1 はね発色がものすごく綺麗なんですね。おじいが本当びっくりしたね。でまずね、これオーロラの使えないアプリ搭載で割れた方とすると、オーロラのアプリを取り除いた機種にした場合 K1 くらいの金額ならないのかなっていうことで、まあ本当まあ定価はどっちも同じようなもんなんだよね。で実売価格はもうオーロラは最後ね55,919円でね出してたけども、だいたい6万円7万円ぐらいで売ってました。でおじいいつもね毎回そのこれの答えみたいのはいつも言ってるけど、アプリ搭載で割れた方とするとって言うけど、その差って2000円か3000円ぐらいなんだよね。本当なんでかっていうと、その通常の K1 にしても何にしても、そのユーザーインターフェースを表示するためには、やっぱりプログラムが必要なんだよ。そうでしょ。でそのプログラムをどこに入れるのかっていうと、要はメモリーに記憶させるんだね。だから電源を入れて、その記憶させたプログラムが起動する。でそのプログラムが通常のなんだっけ、オリジナルのプログラムか、もしくはフリーの OS なんだっけ、フリーの OS 使ってるか、Android を使ってるかね、 Windows を使うのか、Windows のあれも出てきたからね、プロジェクターがね。で、まあそこの違いであって、何かしらのプログラムを起動するっていうことなんです。でAndroid っていうのは本当フリー OS だよね。いろんなところが開発できるね。ただGoogle Play でどのこのとかっていうには認証が必要だったりとかね、まあなんだかんだあるとは思うんだけど、まあライセンスとか取ったりとかね、そんなにもなんかあると思うけど、まあ基本的に誰でも開発できるオープンソースになってると思ったけど、まあそれが Android の良さだよね。自由にいろいろできるっていう。で、そこのアプリ、そのアプリ、Android のアプリ、そのまあ改版の簡単なやつだね。で、あれを入れるのに
いくらお金をかかるんだっていうと、だからお金かかんないよね、ほとんどかかってない。じゃあ、プログラム入れるメモリが必要だよねっていう、もともと起動するメモリはあるんです。ただ簡単なちっちゃな Android 入れるために、そのアプリをねダウンロードして保存するラムが必要なのでね、プログラムを格納する場所、ラムとロムね起動するのに、まあ1ギガだともっさりするんで、じゃあそれを2ギガとか3ギガとかね、オーロラ何ギガだっけ、3ギガだっかね、通常よりも増やしてるんで、まあ今時1ギガ2ギガ3ギガのねラムなんてただ同然というか安いでしょ。なのでそのプログラムにお金がそんなかかってないっていうのと、その格納するメモリをちょっと増やしたとしてもそんなに変わらないね。ただ32ギガのねフリースペースと、まあ ラムを増やした分だけほんのちょっとね、原価で言ったらほんのちょっと、ね、だからそのオーロラのアプリを取り除いて、このアプリに対してお金がかかってるとしても、ほんと原価で言ったら1000円いくのかな、どうなのかなね。日本で言ったら1万円ぐらいはかかると思うけど、元のねあちらの価値で言うと15倍ぐらいあるんで、だから本当その原価で言うとね1000円2000円ぐらいの差しかないので、だから本当そのアプリを除いたからといって安くない。だからほらおじいがよく言ってるじゃん、アンプとかああいうのもね、コンデンサーをいいのにしたって言ったって、コンデンサーなんて買ったって安いじゃん、100円が150円があって200円、うわこれは高級なコンデンサーで、もう300円、うわーいいコンデンサーだとかって、まあその世界の中の人たちはそうやって言うけれども、もう1個1000円のコンデンサーだったらもう神だよね、もうね本当頂点だよね。だから本当ねで、あとは DSP の種類とか、そんなのだってイコライザーの数値をプログラム増やしただけでしょ、そんなものね。だからさ開発っていうか、その調べるのに時間はかかるかもしれないけど、人件費かかるかもしれないけど、でもそのプログラムを搭載するの自体にはお金かかんないじゃん、だってね。だからね、その見えないところの付加価値を日本っていうのはバーンってお金かけるから、ラッキーさんみたいにアプリを取り除いたらいくらぐらい、だからアンドロイド1本ね、ああいう、ね、じゃあこれ普通に買ったら2万円とかするわけだから、じゃあこれがなくなったら2万円ぐらい安くなるじゃないのかってこう考える人って多いと思うんだけど、おじいは製造過程のから考えるんで、製造業にいたからね、そうすると何ら変わらないね。で、あとメガネが1個くっついてくると思ったけど、あのメガネだってね、アマゾン見ればさ、1000円ぐらいで売ってるわけなんだよね。だからそれを、省力込みで1000円ぐらいで売ってるってことはね、原価なんて何十円でしょ、そんなものね、作るときには。だからさ、変わらないんだよ。で、変わらないけども、どこの部分が違うのかなっていうと、根本的にオーロラの場合は、中の構造がね、お金がかかってるパーツを使ってるっていうのと、あと単焦点じゃんね。で、単焦点で同じ距離においても K1 の100インチと130インチの差が出るってことは、単焦点で、要は単焦点ってことはちっちゃくてこの屈折率がブワーンってこう広がる、要は加トちゃんの牛乳瓶底メガネみたいな、普通の老眼鏡と、まあ、老眼鏡って普通の度が浅いのと濃いのの違いでぐわっうわーっていうような、この屈折率が変わるわけで、で屈折率が変わって強くなって、それを平面合わせるっていうのって結構大変なんだよね。で明るく出したり大きくするのに何枚レンズってこうなってるけど、そこをガラスを使ったりとかしてね。で普通に考えてもオーロラの単焦点で
あんだけフォーカスがこうピシャッとくるっていうのはやっぱりそのところにお金をかけてるんで、だからね、意外とね、このアプリを取り抜いて、そのアプリの元ってタダみたいなもんだし、そのメモリーの値段なんてへみたいなもんだし、だからそう考えるとね、じゃあレンジだと同じようなもんでしょってなるけど、このレンジにしても何にしても不純物だとかね、あとは本当いい加減に作るとやっぱ歪んだりとかボケたりするんでね、だからね、オーロラ持ってる人っていうのは本当にシャキッとしてピントが結構がっつりくるじゃん。あんなに大きい単焦点なのにあんなにがっつりくるっていうのはもうクオリティがすごい高いんだよね。本当にエプソンと戦えるぐらいのレンズ性能ってことなんだよ、ね。まあ、厳密に言うとエプソンの方がもっと上だと思うけど、ね。なのでね、おじいが思うのに、このアンドロイド、要は中国っていうのはアンプで言ったら DSP の種類をね、ジョイグレードは10種類、カイグレードは5種類、値段の差が3万円とか、だったらこっちの方がいいよねって、マニアはお金を出すけども、その原価たるものって変わらないじゃん。だから、くじみたいなものに3枚出しても、いや、コンデンサーをちょっと買いましたって、ああ、コンデンサーが違うんだ、おいすがーなんてね。さらにワンランク上のって、こうやってなるわけじゃん、結局ね。だから知識と腕のある人は安いグレード買って、で自分でコンデンサー買ってきて付け替えて、おーオートアップしたぜとかね、みんなやるじゃん。だおじいが持ってるこのね、フォーウェイの SSF6000 なんだけど、これは普通に買った状態でいくと、もう低音が強すぎちゃってとか、あと高音域がとかね、マニアは結構そこ評判よろしくないんで、あくまでもね、高音のツイッター部分の抵抗を変更して、ナオムからナオムに変更してやるとすごくいいよとかね、そういうベースとして売ってたんで、ノーマルで使ってる人って少なかったと思うんだよ。でおじいもそれやろうかなと思ったけど、外すのにコツがいるよって、ってね、こうやってやるとフリキシここ引っこ抜いちゃうから気をつけて、いやーちょっと怖いな、自信ないなって、でいつかやろうと思って、もう 10年以上経っちゃったんだけどね。そんな感じで、まあ何事もね、ベースってものがあるわけで、まあオーロラのアプリを取り除いたら K1 くらいの格好にならないかなというと、変わらないと思う。ほんと変わらないと思う。全然変わらないと思う。利益やっぱ開発をして、で要はある程度の台数作るわけなんで、で利益を乗っけなければならないんで、高いっていうことは台数でないから、利益をそこに乗っけなければならないんで、たとえ中国の企業でも。だからその最後の方は値段を安くしたけども、安くできたから5万5990円で出したわけじゃなくて、本当に利益を削って出してる話なんで、だからこのオーロラのアプリを取り除いたとしても変わらない。ほとんど変わらない。だから中国の商品っていうのは、安いんだけども、あれもこれもこれもこれもくっついてコスパがいいよねって、だからみんなそうやって言うわけじゃん。だから製造原価にしてみたら変わらないんだって。もう昔から同じこと言ってるけど。ね、で、まあ、単純に要は 3LCD と DLP で、あと光源の違いとか、まあ原価がどれぐらいかなっていうね、側、K1 とかああいうのって使い回しの側じゃん、言い方悪いかもしれないけどね。でもオーロラの側ってないじゃんね。だから製造工場って側でもボコボコいっぱい作って、いろんな商品の、まあ、日本人が言うメーカーだよね、いろんなものをバーッとこう作るから、まあ、そこら辺は限界消却がものすごく薄くなるんだけど、オーロラみたいにオリジナルで作っちゃうと他に出てこないじゃん、ね。
だそういったね、あの、まあ、中身は何かで使われているものでもきっとね、その中身は何かで使われているものっていうと、あの中途半端で有名な、まあ、名前は言わないけれども、まあ、ちょっとワンランク上狙ってお金出す人がね買うような、ああいうの中身のパーツを使って、まあ、機能性能がちょっと、あのユーザーインターフェースの方が日本人からでないから、あのちょっと出来が違うっていうぐらいの中身はそんなったしかないようなものって、逆に言うと名前は言わないけれども中途半端な値段を出してね買って、こんな値段出してるのに性能はあのコスパ悪いよねみたいなね、一緒でってあるわけじゃん。でも日本で人気があるやつってあるわけじゃん、ね、だああいうやつの方がおじいから言ったら立ちが悪いかなと思うけど、でもその肝心なとこ以外の部分でその無駄に高いのはやっぱりサポートセンターがねちゃんとしてるとか、あとユーザーインターフェースがね日本語でこうピシャッとこうしてるとか、まあそういうところの違いであるんだよね。で現下で言ったらそのオーロラもオートフォーカスね、で縦の台形補正がついてるよね。で K1 もオートフォーカスを入れてきて、で逆にオートフォーカスと台形補正、このおちょっと、まあ、横も入れてきたのはびっくりしたけど、台形補正はもともと電子台形補正で選ぶけど、であのオートにするために要は計測する、要はQR コードみたいなの読み込んで距離を計測して、でフォーカスをブワーンと計測して、だからあのこの4点のズレをサイっていうのね、差を割り出してビヨーンって合わせる、ちっちゃい方に合わせる、大きいのグーッと締めて合わせるっていう、その技術なんで、そのお金かかってるのはこのセンサーなんだよね。このセンサーで、このセンサーもそんな大して高いもんではないけど、このセンサーを組み込んだ、あとはプログラムな、プログラムただみたいなもんだからね、だからお金かかってるのはこのセンサーの部分で、オートフォーカスも同じようなもんだね。このセンサーで読み取ってだから一石二鳥なんだよ。だから前はいわばもうウィミュースも台形補正7シリーズだね、K7、V7 はこのセンサーをくっつけて、この台形補正を入れてきた。じゃあ今度おまけで同じセンサーを使ってプログラムを追加すればオートフォーカスもいけるよね。オートフォーカスを行くためには今までダイヤルでグッ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 だったのを、これでモーターを入れてキューンキューンってこうやるから、モーターと歯車とっていうんで、これをプログラムはただだから、だからここのモーターと歯車のパーツの分だけちょっと1000円2000円ぐらい追加してミューンミューンってだけの話じゃん。どうでしょう。だから本当にそのセンサーとモーターと歯車だけの話で、あとはプログラムとか設計なんていうのはお金かかってないかかってないから、そんなものね、原価の支払わないで、まあ、そういう技術は無数の OEM、ODM でペイできるんで、ね、で工場の負担なんで、だそう考えるとね、その単純にそこではないと思うんだよね。なんでおじいもそんなに言ったんだよ、オーロラでとにかく3D 機能いらないね、メガネがいらない、 3D の機能プログラムだからね、結局ね、だからいらない。でもお金がほとんどかかってないのにメガネが1個ね、何百円のやつを1個つけて 3D 機能対応って言うと、うおーすごい機能が1個ついてるって、付加価値の方みんな強く見るからつけてあるだけなんだよね。だから台形補正にオートフォーカスまでくっついたっていうと、原価は大したことないしかなんだけど、うおーってなるでしょみんなね。だおじい新成人なんで現実しか見ないんで、本当やっぱずっと製造業やってたから、ものの見方がそっから見ちゃうんだよね、本当で。あと色に関してはやっぱおじいも動画で言ってたけど、もう圧倒的に今の液晶テレビに見慣れてる人は K1 なんだよ。
でおそらくなんだけど、メイケル・ラッキーさんはおじいと同じで、そのベース本当基準のベースがブラウン管時代から見ているああいう映像なんだよ。だオーロラで見る映像っていうのは、ブラウン管の時に見てた発色なんだよ。で時は液晶テレビに映って、おじ液晶テレビが本当嫌いで液晶に行きたくなかったのがプラズマに行ったのが、液晶きついんだよ。でパソコンで絵描いてる人の先輩のとこに行くと濃いんだよ。でテレビもソニーなんかもね、結構ソニー使ってる人は濃いよね結構。であとキドカラーとかさ、ああいうのね、インコみたいのを使うああいうのもこの発色でやってたでしょ。濃いんだよ。てか 液晶でパソコンの中もそうだけど、濃いんだよ液晶、もう液晶時代から。なのでこのベースで考えても、おそらくラッキーさんとかおじいはその安心する発色だ、現実はこんなんだよねっていう、そっちの方が好みなんだよ。どぎついのよりもその薄めのだ自然の方が好みなんだね。で今のスマホにしてもカメラにしても全部そうなんだけど、写真がね現実と同じそのままのリアルで写真を撮ったら綺麗に見えないの。だから味付けをする、盛るね。で特に今の子供たちって盛り盛りじゃん、なんでもね。だからさ、そのもう時代は今の子供たちはもう盛るのが当たり前のベースになって、現実離れを何とも思わないっていうね。でその前の世代はもうこの液晶から世代だと、そのもう色の濃いのが当たり前で、マニアも濃いのが当たり前だ、濃い方が綺麗で現実と違うけども、その持った方が綺麗なんだよ、ね、だからテレビで見ている人たちも実際に会ったらもうちょっとこうくすんでるのに、女優ライトを当ててね、真っ白にして、白いお化けの人もいたよね名前言わないけどね、芸能界一番の真っ白い人いたよね、本当ね、美白ってね。でああいうふうに現実離れした演出をして持ってだ、お芝居にしても何にしても、あとこのカメラで撮った時の発色のためにこのお化粧もちょっとこう濃いめとかにいったからね、こうやって演出で、やじゃ映画とかになってそうするじゃん、ね、だからね、そのリアルの撮影するものも実際よりも演出を濃くしている、撮影の見栄えを考えて全てのものを調整している、明かり作画とかもね、そういうものもやってるし、現実と同じ感じでやったらすごい地味になるんだよ。ねね、こんな感じでね、現実の明るさで、ね、ドラマで、ね、ねえねえなんて言いながらね、話してたってなんかでしょ、ね、だ何にしてもね、演出っていうのはすごい重要なんだよね。だね、好みの問題なんだけど、好みの問題というよりも映像を機器として演出したものに今見慣れてる、液晶テレビと発色がねすごい近いって感じで、今までのプロジェクターと比べたら全然綺麗だねっていうね。で特にやっぱ立体的に見えるし、あとオーロラと比べたらそのなんか波打ってるウェウェウェって感じが少なかったし、K1 は優れてる、とにかくね。
でもおじいもね、昨日もやっぱオーロラででっかい画面でね、見ながらご飯食べてたけど、妙に落ち着くんだよね本当ね。おじいもほら液晶が目にきついからってね、あの明るさをほら低くしていた 20% から 30% にしてるし、で発色がどぎついから、あのおじいが見るモニターとかは全部あのマイナス5時にしてるんだよね、色を薄くね、で逆にあのオーロラがしっくりくるんだよ、だね。でもこの YouTuber としてその今の視聴者さんにおすすめできるものというと、普段見慣れてる液晶に近い発色は K1 なんで、やっぱり使った人は K1 綺麗だね綺麗だね綺麗だねって絶対言うんだよ。で、あの11時間前は北さんがこうやって書いてくれたけど、あの今まで K1 買ってくれた方到着してすごい色が綺麗ってみんな絶賛してたので、その世間的評価っていうのはやっぱり圧倒的に K1 のカラーなんです、これはね。ただおじいはその自分の好みとその世の中に受け入れられる、要は絶賛するのはどっちかなって考えた場合、おじいはこっちなんだけど世間的にはこっちなんだなっていうのをちゃんとわきまえてる、要は客観的にものを見ることができるんで、だから世間はこっちだなって判断してるんだね。だからおじいが、おじいの好みはこれだから、オーロラだよ来いなんてね、したって言わないよね、ただ本当に見た時に大げさなんだけど、どれぐらい大げさなのか見た場合、この 4K モニターと見たらほとんど一緒だったでしょ。だからその大げさに慣れてるんだよね、そういうことなんだよ。だこういうディックスの野田ね、もう本当こっちこうなんだけど、やっぱり世間的にはこっち側なんだよ、パーっていうね、青なんだよ、ね、空の青はどっちの青っていうと、こういう空は、まあ、ないわけではないし、上空の方行けばね、まあ、こういう色に近く見えると思うし、たまに夏になるとたまになんか本当澄み切ってこういう時の青ってあるけど、ここまで青って絶対ないけど、でもいろんなテレビで見る青ってこういう青って結構あるよね。でもどっちかっていうとこういう晴天地でも大体これぐらいの青なんで、で今日は本当今日はこれぐらいの青だもん、これぐらいの青、だ本当ね面白いよこれはね。リアル系のカラーが好みなのか、非芸術的なカラーが好みなのかっていうね、映像機器は演出するための機器である。人間の脳は、ね、ここにリンゴが置いてあったとして、リンゴをパシャッと取った場合、現実と同じカラーのリンゴを取ると汚く見える。でもキャノンとかね、キャノンでパッてこう撮るとすごい綺麗な本当生き生きとした美味しそうなリンゴに撮れる、ね、でも比べるとちゃうやんって、でもみんなが見て美味しそうなリンゴって、いいリンゴってね、どっちが好みって言うとこっちってみんな言うんだよね。こんなような話をおじい昔からずっと言ってるよ、10年前から YouTube でね。だから圧倒的に K1 だよねっていうね、ここはもうおじい分かってる絶対に。で いろんなエンジンプロジェクターでも調整ができないやつもあったよね前ね。なんだっけ、東芝だっか、やたら中華系に近づいてるのって、違ったか、何のチップセットだっけ、どこだかのメーカーのチップセットで、でその原色のなんだか自動調整なんだか RGB のなんだかを使って再現するっていうね、だから調整のあれがないんだよね。それのもあったけど、あのプロジェクター側にじゃあ K1 みたいな綺麗な色が出たかっていうと出てないし、
本当ユダに関しては難しいね。で51ぐらいで見てるのと101ぐらいで見てるのでは、あの厳密に言うと発色具合が変わるし、じゃあ電気がうっすらついてるのと、もう夜の真っ暗で見ると色の濃さは全然違うし、ね、だからね、じゃあヤーバーの真っ暗な夜で見てるのと、じゃあ K1 のちょっと薄明るいところで見るのとどっちが綺麗ってなった場合に、K1 の方が綺麗っていうはずなんだよね、多分ね。あの発色具合に違和感がないっていうはずなんだよ、絶対に、絶対にそうだと思うんだよ、ね。なんでまあこれはね、正解がない、人の数の分だけ答えがあるね、おじいはそう思ってますね。はい、そんなわけでね、イヤーバーからアンドロイド 3D 機能を抜いたら K1 ぐらいの値段ならないのかなっていうのは、利益を削ればなると思うけど、55,990円で最後残りに、ね、20代の時にやったでしょ。ラスト20代日本に振り分けてね、まあ、世界でどれぐらいあれしたか分かんないけど、最後日本の割り当てが20代ぐらいだったでしょ。で値段を55,990円を高い少量も込みで、アマゾンの倉庫代とか少量とか込みで値段で売ったとしても、経費を抜いて利益が出るから売ってるんだよ、ね。だから6万円7万円ぐらいで飛ぶように、まあ、飛んでるかどうか分かんないけど、一応売れてたから、ヤーバーとしてはそのオリジナルで頑張って DLP をねやったけども、一応目標は達成して利益になったはずなんだよ、世界的にね売って。だ継続するのにその価格の差があるので、やっぱり安いモデルの方を売ってた方が、数を売った方が利益は大きいよねっていう、そこのところにやっぱり実践してみて気がついたんだろうね。でちょっと中途半端なね、変なブランドとかあるわけじゃんね、エプソンに行く前ので、ああいうのも結構人気があるから、じゃあ品質志向なのかなってヤーバーも試したと思うんだよ。で売れには売れるんだけれども、でもそのアンドロイドの壁があったってことだね、でやっぱりメモリをもっと増やしたりとか、まあ、ベースチップセットを上げないと、やっぱりそのアンドロイドとして使うにはちょっと無理がある、よね、絶対ね。普通に使ってる分には快適なんだけど、アプリを何個か入れると絶対もっさりするのは当たり前だから、絶対に当たり前だからね、もう例外はない、絶対にない。あれだけウィム GO もすげえアプリ1本2本入れたぐらいだったら全然少しこう動いたんだけど、目いっぱいだんだん増やして何個か入れるともおしゃれしてきたんで、あそうだね、やっぱメモリ使うと減ってくると重くなるよねっていうね。でやっぱりアンドロイド系は絶対にダメだなっていうのと、そこまでしてミラーリングでいいじゃんと思うけど、そのアプリで起動したものは高解像度でそのパワーを食うアプリはないってことだね。だってアンドロイドを動かす、アンドロイドって Windows よりも軽くて、軽いアプリで、本格的な満足度は薄いけども、でも軽いアプリで、ね、本当軽く動かす、それだからアプリがね。もっと重たいものをやりたかったら Windows ベースになるだろうし、じゃあ Windows でも、じゃあグラフィック機能もっと強化したバージョンとかね、どんどんやっていかないと、処理ができないんで。だからプライムビデオ見るにしても、アンドロイドのアプリだと 720p が上限っていうね。だから画質をよく見るんだったら
あのプライムと何ファイヤー TV スティック 4K MAX を接続して見てた方が、あの入力は 4K 信号で 1080p のお菓子で綺麗に見れるんで、アプリで起動してみるよりも綺麗なんだよね。アプリで起動した 720p の映像と HDMI から入力した 1080p を比べて、まあ、違いがわからない人はいいかもしれないけどね、でも Android 搭載だともっしゃりしてくるんで、結局だから Android 搭載してても何も入れなければシコシコ動くんでね、まあ、そういうお話です。だから K1 はね、本当おそらくなんだけど、K1 をベースにして Android を乗っけてきたモデルっていうのも絶対出てくるはずなんだよ。でそっちは G は爆弾だと思ってるから、本当爆弾で怖い。であとポータブル系っていうのは中に USB でドングルが入ってるね、ドングルが入ってる。でそのドングルを抜いちゃったらメニューが起動しないんで一緒なんだよね。そんなわけで、まあ、今回は、オーロラからちょっといらない機能を排除したら K1 クラスなんないかなってけど、まあ利益が絡んでる話なんでね。だから逆に言うと K1 はなんで2万円で出せないんだろうっていうと、もう2万円で出したらもうね、原価割れしちゃうよね、本当ね。2万円で出せないね。だから今4万1000いくらだっけね、4万1000いくらでダブルクーポン使うとね、買えると思うけど、4万円で売った中で送料とアマゾンの倉庫と手数料引かれて、でなおかつ利益が残らないと商売としてやってらんないでしょ。海外から日本に入れるまでの輸送コストも結構高いからね今ね。そうすると元々の原価いくらなんだろうって思うよね。そうすると他の今のやつ考えると、この P62 ウィンミスの P62 なんてあれ2枚切りぐらいでね買えてたけども、でなおかつ写真付きでレビュー、動画でレビューするとね、写真付きがでレビューするとね、ギフトまでもらってっていうね、至れり尽くせりで、あと1万6000円だよね。じゃあ1万6000円だったから原価いくらなんだ、そう思うでしょう、ね。でその原価いくらなんて思った時にお金の価値観が中国と日本では15倍の差があるんで、ね、十分やっていけるんです。海外から直送で送ってくれる送料はその日本でいう15分の1で何で送ってくれるけど、日本から返品した場合は15倍高いになって怒られるのと同じだからね。で日本からの送料が中国に送り返すと1万円ぐらいね、船便は選べないのでアマゾンから強制的に行かれると1万円ぐらい、それあっちの指定してみたら15万円で怒られるのと同じだから、ね、だから返品を嫌がるよね、本当。アマゾンの方に、ね、じゃ処分でいいですよっていうね、まあ、そっちを選ぶ業者さんが結構多いです。ね、本当ここのなんかね、付け根がね、本当何年か前から痛いんだよね、ここら辺ね。なんか神経ダメージ受けたみたいに、なんか痛いんだよね。はい、そんなわけでね、終わります。ね、まあ、オーロラ S がいいか、K1 がいいかは、本当、好みの問題ね、ほんと好みの問題、うん、でも K1 はコスパがいい、これだけは言える、コスパがいい。 3LCD だからまあ発色は出せるね、 DLP の良さもあるね、パカーッとね、ほんとアニメなんかに強いからね。ただレインボーノイズ見える人は見える、ね、まあ、何十人に一人ぐらいで見えるって言われているから、何人に一人だっけレインボーノイズ見れて日本人でね、多い、意外と多いみたいだよ。あと動きの速い人がなんかこうやって自分でこうやって動かした時も見える
って言うから、ただ大画面で見れば見るほどこうやって動かした場合にレインボーノイズ見る人が多いと思うんだよ。うちちょっと試したんだけど分かんなかったんで、レインボーノイズ見えない人なんでね、あ、よかったと思って、ね、はい、そんなわけで、まあ、オーロラ統計1のお話でした。終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご意見もね、どしどしお寄せください。じゃあね、バイバイ。